と思います。田島小倉北区長、一言お願いします。一言ということでですね、今朝実はスタジアムを現場をちょっと見てまいりました。本当に外側は完全にできております。シドニーのオペラハウスが本当にシドニーのシンボルでございますけれども、あのスタジアム北九州のシンボルとして皆様に末永く愛していただけるように私ども行政も頑張りたいなと思いました。ギラバンスだけではなくって、様々なですね、ラグビーをはじめとしたスポーツにも、活用してまいりたいと思いますので、ぜひ皆様一緒に盛り育ててくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。そしてギラバンツ北九州の原社長、一言お願いいたします。ギラバンツ北九州の原でございます。まずお詫び申し上げます。お詫びの理由は我々の、スタジアム、を使わせていただくスタートポジションが1年下がりました。だけどこの1年のスタートポジションの遅れをきちっと取り返して、本当に北九州の花ひまわりは咲くためには日がまた昇らなきゃひまわりは大きく咲きません。ぜひそうなれるようにしっかり頑張ってまいります。よろしくお願いします。今日楽しみにしておりました。ありがとうございます。ありがとうございました。5名の皆様に除幕を行っていただきます。そしてギラン君、ベノン君も一緒に応援をお願いします。それでは、除幕の準備をお進めください。私がどうぞと申し上げますので、その声を合図に紐をお引きいただきたいと思います。除幕となりましたら、お集まりの皆様方はどうぞ盛大な拍手をお願いいたします。それでは皆様、ご準備よろしいでしょうか。はい、それでは参ります。どうぞ。ありがとうございました。今回のカウントダウンボード、3台制作されております。3台を揃えた際に統一感が出るように背景にスタジアムの1枚の絵を使用しています。スタジアムで開催されるであろうサッカー、ラグビー、そして熱狂する観客、子どもたちをイメージしてデザインされています。また市民の皆様に楽しんでいただけるよう顔抜きになっていますので、ぜひ記念撮影にもご参加いただきたいと思います。本日除幕いただいたカウントダウンボードは、式典の終了後は小倉井筒屋の本館1階、東側の玄関口、そして、魚町3丁目ドラッグイレブンの向かい側、小倉駅中ひまわりプラザ館内の3カ所に3月の12日まで設置されます。ぜひ皆様に親しんでいただけるようお立ち寄りください。除幕にご協力いただきました皆様、ありがとうございました。